はい、どうも皆さん、トライアングルです。今回、久々にですね、より1で、100日ハードコア続きやっていくんですけど、皆さんにここでちょっとね、コメント欄であったことをちょっと参考にさせていただいて、ちょっとお話があるんですけど、この100日、サバイバルというものが、やっぱり鬼滅の刃だと、もう、本当に、夜になったら即寝るとかじゃないと多分無理ですよって言われて、その、まあ、かなりシリーズとしても失踪とか多分すると思いますって言われて、考えたんですけど、その、より一で、その、まあ、今この最強の日輪刀持ってる状態なんですよ。で、ハードコアで、鬼舞辻無惨を倒すという方がいいんじゃないですかって言われて、その、まあ、無惨様っていうのは今までクリエイティブでしか出てこなかったんですよ。その、スポーンエッグというか、スポーンエッグすらなかったかな、コマンドでしかなかったんですけど、今回サバイバルでも無惨様が出現するようになって、で、かつ、いきなり出現するわけじゃないんですよね。その、上限。まあ、加減もじゃないと思うんだけど、上限。要は、牛太郎、まあ、ダキもかもしれないんですけど、ダキ、牛太郎、まあ、海岳とか、まあ、ドーマ、赤座、玉光、増白天、全員倒した、まあ、黒死亡もですね。黒死亡も全員倒したら、全ての上限を倒したら条件を達成されて無惨様が、サバイバルで出現するという、ものになっております。なので今回その無惨様、要は上限を全員倒して、それで出現した無惨様を倒して、まあ、クリアという形にしようかなと。ちょ、鬼の王もあるんで、本棚ありがたい。鬼の王もいるんですけど、ちょっとね、まず無惨様にしようかなと思いまして、はい。なのでちょっとコロコロ変わって申し訳ないんですけど、それの方がね、なんか何日寝たとか分かりやすいかなって思うので、まあ、いいか。なんか何日、100日だともうただ寝て過ごすみたいな感じになってしまいそうだし、かといって無理になんかその見せ場を作ろうとしてやられてしまうということがかなり多々ある。あ、寝てるだけじゃダメだって言って戦いに行ってしまう気がするので、もうそれだったらもう完全に戦闘態勢でちょっとやっていこうかなと思います。まあ、鬼滅の刃といえばなんか戦闘っていうイメージもあるのでね、だ かなりコロコロ変わってしまってちょっと申し訳ないんですけど、ちょっとそれでやっていこうかなと思いますのでよろしくお願いします。で、今回前回ですね、まあ、エンチャントテーブル作ろうとするために、まあ、ダイヤモンド見つけまして、かつ、黒曜石も5個、地下から掘ってきました。で、あとは本ですね、本を見つけて本棚作ってエンチャントテーブルを完全にして、そっから経験値上げをしてっていう形になると思うので、どうしようかな。とりあえず最強の日輪刀があるので進捗を上げようかな。本、超屋敷を探しつつ、超屋敷とか産屋敷ってかな、本棚がある屋敷を探しつつ、進捗をまず上げます。この最強の日輪刀があるので、エンチャント格闘12という最強の日輪刀があるので、まずそれで進捗を上げてから、日輪刀で倒していきます。この呼吸で倒すと残念ながらその経験値はゲットできないんですよ。なので進捗をある程度上げてすごい強くなったら、こちらでこうやって倒して、まあ、経験値上げていこうかなと、はい、思います。じゃあ今からそうだね、夜になるまではまず超屋敷とか産屋敷で探しましょう。どちらになるかな、サギリ山。いや、サギリ山大丈夫かな。サギリ山で、いやでも黒死亡にやられる可能性あるんだよな。よくハードコアでサギリ山でやられるんですよ。そうやったらまだナタグマ山の方がいいかもしれない。待って、やばい、サギリ山だった、思ってたんと違う。やばい、待って、黒死亡いる、絶対。なんかいた、今なんかいたよ。あ、鬼か、びっくりした。待て待て、慎重に慎重に行け、慎重に行け。大丈夫か、大丈夫か、怖い怖い、やだ、終わりたくない終わりたくない、絶対終わりたくない。まだ俺たちの戦い、いやいや、いけるいける、多分いける。すさまる、よし、すさまる、一撃、よし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 、オッケー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 、怖い、マジで怖い、マジで怖い。ちょ、ご飯、パン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 、はい、パン、大丈夫、格闘12の力を信じろ。大丈夫、あの鬼も大丈夫、そんな強くない。ほら、よし、
慎重に行け、慎重に行け。周り見て、周り見て。おっと、固まった。大丈夫か？あトップアクアボス！いける！ゆー！あ、気持ちいい！よし、これで一気にダイヤモンド探せそうだね。ごめんなさい。ちょっと、いきなりパソコンがフリーズしてしまって、ちょっと止まっちゃったんですけど、で、その関係でね、なんか、フリーズする前、ちょっと多分ね、1、2分、動画で言う、多分1、2分間ぐらい、ちょっと訪れしてたと思うんですよ。それ以外大丈夫だったと思うんですけど、多分それもなんかね、ちょっと影響してそうな気がします。ごめんなさい。もう多分、訪れはしてないと思うので。あっつい！あ、ダイヤモンド、ダイヤモンド！いやー、いや、なんかある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 。これ何個、何個ですか？何個です？いや、なんか1個っぽいな。よし、よし、よし！なんかある、なんかある。いきます。ちょっと待って、周りフォロー、周りフォロー。大丈夫ね、用がないね、用がないね。いきます。1、2、3、4、5、来たー、ここ来たー、ありがとうございます。よし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 、最高最高最高。もう5個取れればもういいです、もういいです、もう十分十分。もうちょっと探すか、一応もうちょっと探すけど、これで、ダイヤピッケルゲットできたんで、そうだね、これで黒曜石掘って、あー、なんとか戻せそうで、黒曜石掘りつつの、ダイヤモンド2つあるから、あとは黒曜石5個掘って、エンチャントテーブルはできる。エンチャントテーブルできた後に、その後に蝶屋敷とか探して本棚を大量に回収して、よし、元に戻れるぞ、あの頃の僕に戻れる、やったぜ。わあ、ダイヤモンド、まだある、まだある。でもダイヤモンド今いるか、まだ2個か、そんなんでもいらないよね。あ、でもあれか、いや、足だ、足でいる。頭は、ナタグモ山に行って、クモのを、あれですね、お父さん倒して、プラス5っていう防御力の、暗視付きの、クモの頭をゲットするので、だからダイヤモンドに
ブーツでとりあえず必要な、そうだね、ゲットできたから、よしよしよし、だいぶもう十分よ。ちょっと待って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 、今の音って、あっくばった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 、待って待って待って、牛太郎の音しない、いやいや違う違う、甘露寺さんだ、甘露寺さん、甘露寺さん、甘露寺さんだ、さっき甘露寺さんいたから大丈夫大丈夫、牛太郎の音じゃない、よかったよかったよかった、甘露寺さんかと思った、牛太郎かと思った、あぶっ、よしオッケー、これでよーし、なんとか戻せたかも。あー長かった。あとは町屋敷を探か産屋敷手を探して、うん、もう調子乗らない、もうさぎり山とかあのなたぐも山はあのエンチャントしてから行きます。はい、なのでちょっと次回は、そうですね、次回は町屋敷とか産屋敷手を探して、そっからエンチャントをするために経験値上げて、あと進捗上げもしてっていう形になりますね。で無惨様をハードコアで倒しましょう。はい、ということで、じゃあ今回この辺りで終わりたいと思います。よければチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。ちゃんと続けますよ。じゃあお疲れ様です。バイバイ。